日本語ラジオ三百六十五、一期一会。お相手は夏目でお送りします。みなさん、こんにちは。夏目です。このラジオでは、三百六十五日毎日。簡単な日本語で。日本語や生活の話題を。 皆さんに紹介しています短いので毎日聞いて日本語の勉強に役立ててくださいねさて今日は皆さんに胸が使えるという言葉を紹介します胸が使えるの使えるとは詰まるという意味ですから何か悲しいことや心配事があって胸が締め付けられ苦しくなることを言います 例えば父が入院したと聞き胸が使えるように苦しく心配だ失恋の悲しみで胸が疲れたまま何日も塞ぎ込んでしまったというように使いますまた心配事がなくなることを胸のかえが取れると言ったりもしますよ例えばテストも無事終わり やっと胸の使いが取れた。今日は友達と遊びに行くぞ。というように使います。さて、どうだったでしょうか。皆さんの国の言葉にも、よく似た表現はありますか。またぜひ教えてくださいね。そして、明日は胸に関する言葉ではありませんが、引き続き、体の部分を使った表現を紹介していきます。 生生き生きとした日常でもよく使われる言葉が多いのでぜひ覚えて使ってみてくださいね最後まで聞いてくださりありがとうございましたそれではまた次回お会いしましょう良い一日をまたね